ホーム、長池駅は、京都府常用市町地北浦にある、西日本旅客鉄道奈良線の駅である。駅番号は、JRD13、常用市の南の玄関口として位置付けられている。宇治駅が管理し、JR 西日本交通サービスが、駅業務を受託している、業務委託駅である、IC カード乗車券、愛子か利用エリアの近畿圏エリアに含まれている。 旧駅舎相対式ホームに面2線を有する地上駅で協上駅舎を持つ。コンコースは駅の南北を結ぶ自由通路を兼ねており、駅舎及び地域住民が活用する交流スペースと共に2012年5月27日より使用を開始した。駅舎の衣装は地名にちなんだ地や死の木となっている梅のイメージが取り入れられているほか、紫色のアクセントカラーは 死の花である花勝負にちなんでいるとされる。なお、駅社会地区前は、駅本屋が一番乗り場側に設けられ、二番乗り場とは、無外い線橋で結ばれていた。このほか、さらに以前は二線の間に、貨物列車用の抽選が付設されていた。時間を限定して営業する窓口が設けられているが、丸スタンマツを備えた緑の窓口ではなく、発見は、ポスタンマによって行われている。 このほか簡易式の自動改札機が設置されている。京都府統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。駅南口の様子、展開場が設けられている。駅南側には、山和街道沿線に発展した宿場町を起源とする伝統的な住宅地があるほか、北側には昭和40年代から50年代前半、 ごろにかけて造成された新興住宅地などの外区を有している。当駅周辺の奈良線は地上構造であるほか、かつての当駅は地上駅であり駅で入り口も一方にしかなかったため、駅利用者や周辺を往来する住民が任意の通路を利用する事例もあり、危険性が指摘されていたほか、駅を交通結節点として機能向上を図る必要から、周辺外区の整備などを行う。 都市再生整備計画が、常用市によって策定され、事業が行われている。常用33バス駅南側で入り口を南下した後、不動70号線を清新した場所に、長池駅口停留所が設置されている。常用市青谷方面、乗り合いタクシー駅前に、JR 長池駅停留所が設置されている。2012年3月をもって休止された警犯。 宇治バスの国立病院線代替として、1日3、往復、日、木に運行されている。高口にて、京都京阪バスの路線と接続している。また、アルプラザ、常用西口常用市役所は、北行きは校舎のみ、南行きは乗車のみのクローズドドア制となっている。西日本旅客鉄道 D なら線宮古寺快速、快速通過区間快速、普通常用駅、 長池駅山城青谷駅、ありがとうございます。